はい、こんにちは。このコサインのこの掛け算の値を出してくれっていう、それだけなんですが、まあなんか数に特徴がありますよね。で、これ使うべき知識は加法定理からまあもちろん派生する倍角程度で実に綺麗に出ちゃうんで、聞くと悔しいよって人はもうちょっと頑張って、大した知識はほぼ使わない加法定理、倍角の定理だけだよと聞いてやってみてくださいと。では特徴としては、この角度の倍、この角度の倍、倍、倍で、これ倍すると33分の32になるから、その33分の 32π っていう角度は、あとちょっとで、ね、180度 π ですよね。で、この角度っていうのは、こっちの33分の π と同じ、この角度を、33分の 32π と。そうすると、33分の 32π、これの角度倍したやつと、33分の π っていうのは、サインだったら同じだし、コサインだったら符号が反対っていう関係なんで、なんか、この角度を、これを倍した角度を作ってあげたいという感じで、で、角度倍、角度倍とくれば倍角。今これ求めたいもの、これを、まあじゃあなんかアルファかなんかとしたときに、じゃあこのアルファいくつなのかというときに、これ両辺になんかうまいもん、うまいもんなんかかけたくなりませんかという話ですね。で、そこでまあ、倍角の定理、倍角の公式、サイン2シーターっていうのが、2サインシーター、コサインシーターですよね。で、まあ、こっちを主役にするならば、2分の1サイン2シーターがサインシーター、コサインシーターと。もうこれだけで使うの。じゃあ、ズバリ両辺に何かけたくなるかっていうと、この図とこいつをうまく使ってこれと組み合わせたとなれば、2サイン33分の π。をかけたらどうなるかと。そうするとここに両辺にいたから、こっちにも2sin33分の π をかけると、ここに何ができるかっていうと、これですね、これ、これが今これなんで、この部分っていうのは sin33分の2π と。じゃあそしたら今度これとこれの掛け算はどうなってるかっていうと、今度はこっち使うんですか。これは2分の1角度倍だ。これとこれ組み合わせると2分の1角度倍 sin33分の4π と。ここまでで、でもあとはいいか、順次これを使っていくと、これとこれの掛け算は角度倍で半分なんで、ここまでで4分の1 sin33分の8π と。角度倍で半分。で、今ここまで来ましたと。で、じゃあ今度これとこれの掛け算は、角度倍で半分だから、半分だから、8分の1 sin33 分の角度倍だから16倍と。で、ここまで来ましたと。じゃあ残りこれとこれだけ。そうすると、角度倍で半分だから16分の1 sin33 分の 32π がこれと。これとこれイコールと。で、今言ったように33分の 32π と33分の 1π は、sin だったら同じですね。ってことはこれとこれは同じ。ってことはこれ消えちゃうと。そして今求めたい α っていうのは、結局 2α イコール16分の1だから32分の1ということになりますと。じゃあ以上です。ありがとうございました。